いや、ね、もう一回あのお店行ったんだよ、問題の。9段と8段混ぜて置いてんのよ。あれ、わざとだと思うな、多分な。俺、それまさに、いや、ハマったんだけどさ、俺、その、罠だとしたらね。罠に見事にハマった男だから、何も言えないんだけど、でかいことは。あと1枚だから、まあ、今日で2枚ぐらい出たら売り、いや、でも無理かな。9箱目だぜ。結局これぐらいのね、量になるんだよ。だから最初から10箱ぐらい買っときゃいいんだよね。くそー。10箱予約できるとこあればいいんだけどな。大抵6とか8とかでね、あの注文数が、まあ、やばいとこは2箱で終了みたいなとこもあるんだよね。だからもうちょっと10箱ぐらいで買えるとこが増えてくれたら嬉しいんだけど、だって揃わないじゃんね。もうこの波じゃねえよ。こっち、25周年記念レアのね。まあ、でも前回カリファね、一気に2枚、1枚出たらさ、出始めたじゃん。だから今回もさ、ね、波が1枚出れば、どん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 出るんじゃねえかなっていう、そういうパティに期待してんだけれどもって、いやーなんでだよ、出たのに。ほんと25周年記念レア出んだけど、波が意地でも出ないんだよな。意地だ、もう意地だぞ。あの女意地出してるからね、ほんと出ねえかんね。ほんと25周年記念レア、前回だってさ、ね、ルフィと来て、ゾロと来て、終わったかんね。普通、ルビー、ゾロ、ナミだろ。もう3枚出てもいいだろ、この流れで。なんで出ねえんだよっていうな。結局、今日で9箱目だからね。まぁ、あ、ちょっと、ワンボックスミスって、あれ入れたら10箱目なんだけど、8、8買っちゃったからさ、間違って。8、あれ絶対トラップ仕掛けてるわ。まぁ、あ、でも、そうは言っても見ないで買う方が悪いからな。これ、ちゃんと確認すればわかるからさ。いや、だから俺のミスなんだけどね。結局のところは俺が悪いんだけれども、でもあれはちょっとね、パッケージも似てるし、ミスっちゃうよな。いやでもね、逆にゲットできてよかったよ、俺。今8段ゲットできたら、もう ラッキーだと思ってる。しかも黒すぎると出たしね。なんでだよ、記念すべき25周年記念レアなのに、コンプで記念じゃないかよ、わっからこだろ。やべ、マジやばいわ。あと2枚ぐらいで、いやーでも、あと1枚かな。シャッフリングじゃなかったら、あと1枚ぐらいで終わる気がする。25周年記念レア出んのにな、波がマジで出、いやこれさ、俺ちゃんと見たじゃん。だからさ、見たじゃんって、ちょっと待って、ちょっと待ってね、見たよな、8だ、え、待って、9段じゃんって、ちょっとこれ、あ、もう待って、ちょっと待って、いや俺ね、明日文句言ってくるわ、さすがに。同じ箱に入れんだ、ダメだろ。え、嘘、こっち全部8段じゃない、8段。いや、ちょっと、ちょっと、いや、あ、ちょっと待って、待って待って待って、これも8段、いや9段でね、あ、これはダメだろ、これやっちゃダメだろ、これやっちゃダメだろ、さすがに9段と8段混ぜてダメだろ、さすがに。これは明日言うわ。嘘でしょ、同じ箱に入ってた、極めつけは。いや、なんかパッケージがあれだなと思った、ログ8? いや、あのね、昔ね、俺思い出したんだけど、ドラゴンボールヒーローズのね、なんかの段でね、あの、まあ、何段か忘れたから、4段と5段って言うけど、なんと4段と5段混ざって1台の筐体に入ってること あったんだよね。それ並みにひどくない?もう新しい最新段稼働日に行ったら、最初分かんなくてやってたの。そう、なんか見覚えあるカード出てて、いや、これ、マイドダンのカードじゃんって、パッて上見たらね、4段と5段、まあ、何段か忘れちゃったから、8か9かもしんないけど、あの、6とか、5とか6とか分かんないけど、まあ、こう、4段と5段、両方入ってますよ。両方入れてんの。やばくない?それと同じぐらいやばくない?これ。いや、ちょっと今思い出した。パッと。俺、その時、ぶち切れて、本校ありえねえだろと思って。まあ、優しく言ったけどね、店員さん呼んで。ちょっとこれ、混ざってたんですけど、みたいな。ちょ、このそしてちゃんと説明したら、4段のカードだけ返して、金もらって5段のやつ、やつはもらって、できたけど、
これできないかな。そう、間違ってつこの箱、いやだってこれ9段の箱でしょ、ほらほら、え待って、8段の箱だ。うわマジだ、これ8段だわ。全然気づかなかった、俺確かめたと思ったもん。いやだってもいいじゃん、8段の箱に9段入ってましたって言えばいいんだよ。いやそうだそうだ、いやあの8段の箱にあの9段入ってましたよって言えばいいんかな。いやこれはないだろう。いやていうかさ、もう新しいの出てんだから8段売るなよマジで、9段出てんだからあと場所分けろよ。そう2回同じいや2回同じ罠にはまる俺が悪いのかもしれない。でも一個一個確かめる、いちいちこうやってこれでワンボックスでさ、まあ9段目の前に出てた、こう9段出てたら、いやでもこれ8段だった、でもこんな細かいとこ見なくない？まあ横で気づくっていうパティもあるけど、横でね、でもさ基本的に9段こうやって出てたらさ、あ9段だねって取っちゃうわん、こうやっていちいちワンパッキーごと見る、8段混ざってねえかみたいな、そんなことしなくね。おお、でもおやったやった、 SGRゲットゴール、いやーこれは逆に良かったんじゃない？いやー逆に良かった。逆にね9段だけじゃなくて8段ゲットしてさ、で前のシリーズのありがとう。いや俺ねこれね逆に良かった。うん。逆にラッキーですよ。逆にラッキー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 、災い転じてってやつだよ。災い転じて福となすというね。ありがとうございます。いや逆にラッキーラッキー。まあ、9段もまだあるし。これ。いやちょっと明日さすがに言うわ。ちょっとあの、いやでも見てない俺が悪いんだよな。でもなそうだよね、最終的には見てない俺が悪いってことになるよな。でもさ、でも8段のはこれ9段入れとくなよマジで。もう多分店員さんもめんどくさいから全部もうつうかわけ分かってないから似てるし、全部もう少ないやつどんどんこう入れて補充してんだろうね箱にね。だからめちゃめちゃになるんだと思う。そういうパティーンね、俺が教えてあげたいわ。これ8と9で違うシリーズなんでちょっと分けてくださいって、これは8段これは9段と、っていうかもう9段出てんですから、もう8段はもうやめてくれと、紛らわしいから8段は売るだと、もう8段は売る、多分これで8段最後。いやこんなことあんだな、前のマジでヒーローズのね、いやマジだった、1つの筐体に2つのシリーズ、前のやつと今のやつ新しいやつが2つ入ってるっていう、これねえだろと思って。まあ、ちゃんと書いてはあったんだよ。段々と段々が入ってます。でもさ、一つの筐体で2段入ってることなんてありえないじゃん、それ考えて。だからちょっとね、言ったんだよ。そしたらね、その前の段のやつだけ返して、その今の段のやつだけもらうみたいな感じでできたんだけど、でもそれにしたってダメだよな。ちゃんと書いてあるとはいえさ、まあ、こっから9段だから、波狙えるからね。いや、こんなことあんだな。まさか2回はめられるとは思わなかった。まあ自分が悪いんだけどね、見てない、本当に見てない。でもいちいち全部見なくない？もうパッケージのさ、こう表面が9、一番最初が9段だったらもう全部9段だと思うじゃん。いいじゃん、8段混ざってるかな、8段混ざってるかな、8段混ざっ、あ8段あったみたいな、見なくない？いちいち見ねえよな。いやこれ店員さん全部、これ店員さん興味ない人からしたらさ、もう全部同じじゃんこれ、8段も9段もほら、また同じじゃん。だから同じでしょみたいな。この箱に全部入れてってんだろうな、きっとな。そしてこういうことになったんだと思うよ、きっと。これ指導が必要ですよ、指導が。これ指導がね、必要、指導が。俺がね、ちゃんと教えてあげたい。8段と9段は、ちょっとあの、来て新人くんつって。これ8段と9段違うから、ワンピース見たことない。あ、見たことないくても、こう見れば、8、9ってわかるでしょ、これつって。これ違うもんだからさ、ね、ちゃんと分けてね。箱もちゃんと見てね。補充するときは箱にね、こう散らばってるやつ、ちゃんと8段は8段、9段は9段の箱になっつって教えてあげてくれない、これマジで。いやーマジかよ、こんなことあんだな、すげえわ。あの店もすげえ逆に好きになってきた。うわー、25周年記念レア出るのに涙気が出ねえよ、ちくしょう。でもこのサニーレアだよね、マジでかっこいいよねこれね、個人的にかなりね好きなシールだから、まあよろしなんだけど、いや25周年記念レア狙う以前の問題じゃないこれ、8段混じってるっていうね。いや
あーでもシークレット出たな、ちょっと微妙なる S1 だけどね。 S2 と S3 が俺今回のシークレットでめちゃめちゃ好きなんだけど、いやちょっとなんか涙出てきたポロって涙出てきたよポロってしちゃって混ぜるのはダメだろマジで、ちょい混ぜるのはダメだろこれ大事件ですよ、これ大事件、ちょっと大事件ですよ。ちょっと明日店員さんと話すとこ録音したら怒られるかな録音してなんていうか聞きたくないみんなで、いや流したら怒られる、でも顔撮ってなかったら大丈夫じゃないかな、ちょなんていうか聞きで、いやしかも25周年記念では出んのに、ナミなんで出てんだよナミ、何やってんだよナミマジで、25周年記念では結構出てんのにさ、ナミが出ねえぞおいおい、ナミもうねいやマジでか、8段だったのこれ、これあの昨日の箱は、昨日っつうかこれあのね前の開けたやつの箱これなんだけど、これはあれだもんね、ちゃんとねログ9って書いてるもんな、いや箱ちゃんと見ねえとダメだなマジで、だって9段だった、パッケージ9段だったら9段だと思うじゃん、そんな細かく見なくない、こんな似てるしデザイン、まあ、横のシールのあれは違うけどさ、もう泣けてくるぞこれということで、今回もねやらかしたと完全にやらかしてしまった、マジごめん、何やってんだと俺は、これトラップ、ちょっと俺でもあそこの店好きになったわマジ、逆に好きになった、俺ね好きだわあそこマジで、もう一回行ってくるわ明日ちょっともう一回行って違うお店で買おうかなとちょっと思ったんだけど、もう二度と行かんと思ったんだけどさ、俺好きになったわあそこ、ちょっと誰がさこうあのやってるか見たくない、品出しっつうか、黙って見てよからしばらくこうやって、あいつが混ぜてんのかと、でもそんな暇ねえしな、暇人じゃねえしな、そんなまあ、とりあえずまたね買ってきて、いや、つか何で苦戦すると思わんかった、こんなに。もう、別に、まあ、どうでもよくはないけど、どうでもよくはないけどさ、別に、好きでもないキャラだからな、そんな。くそ。最後に残ったのがエネルとかだったらね、逆に燃えてんだよね。エネルかと、大好きなエネル、大好きなキャラだったらな、いいんだけどな。ゾロとかだったらな、すげえ、もね、燃えてたんだけど、波だからな、なんか一貫性波だからちょっと燃えないんだよね。あ、波ファンの人ごめんね。でもそれぞれ自分のファンがあるでしょ。推しがいるでしょ。俺、エネルがね、推しだからさ、別にそこまで、ね、あれ、でもコンプには必要だからさ、コンプしたいじゃん、やっぱ、歴代ね。もう9段まで来て、全部コンプしてきてるからさ、コンプしたいじゃん。だからコンプして、まだチャンスあるんだけど、全然。もう9段と8段混ぜるな。今日の結論はね、あの、9段と8段を混ぜるなと。っていうか、あの、前の段と最新段を混ぜるなと、前のあのヒーローズの時もあったけど、もう4年5、6年ぐらい前かな、何度なんかマジ忘れちゃったけどね、あの混ぜるなと、前の段と今の段を混ぜるな、それがねあの今回学んだ教訓というか、学んだこととですよ。